はい、どうも皆さん、こんばんは。N ボーイでございます。はい、本日はね、つい先ほど終わりました。6.16北海道大会の振り返り、一体ね、何が起きたのかについて話していこうと思うんですけど、こちらのね、僕も生配信してて、1時間ちょっと遅れてしまったんですけど、生配信をしていて、非常にね、盛り上がってましたね。はい。で、今回観客動員数がね、2370人なんで、ちょっと寂しい、客入りではあるんですけど、ちょっと北海道最近集客にね、苦戦してるイメージはありますね。はい。で、早速ね、振り返っていこうと思うんですけど、今回は、僕はちょっと第0から第4見えてないんで、第5かな？第5試合からちょっとね、振り返っていこうと思います。はい。で、第5試合がね、ネバーの無差別級6人タッグ選手権試合で、ロスインゴ VS 本体と、はい。これも本体組が勝利したんですけど、これは正直もう本当にただのダイレクトリマッチなんで、僕正直どっちが勝ってもいいなと思ってたんですけど、ただこの試合 で良かったのが、そのボルチン・オレック選手が、神風で、ブッチ選手が勝利を収めたんですよ。つまり、ボルチン選手が、直接勝って、ボルチン選手が、ベルトをもたらしたってことなんで、これ非常に価値のある勝利かなっていうふうには思いましたね、これは本当に。やっぱボルチン選手っていうレスラーが、本当にここ最近の成長率というか、もう急成長率がすごくて、もうそろそろね、ボルチン選手も今31歳で、そんなにね、時間もあるわけじゃないんで、もう今すぐ本当にヤングラインを卒業させて、メイン級のところで使ってもいいんじゃないかなっていうふうに思えるぐらいの、本当力っていうのがね、あるかなっていうふうに思いました。で、今回、本当、ボルチン選手がやっぱり取ったんで、これはもう本当に、社長権限使って、ちょっともうヤングライオン卒業でも、いいんじゃないかなっていうふうに思えるぐらいの、ものでしたね。はい。非常に価値がある、勝利かなっていうふうに思いました。で、次はね、第6試合の TMDKVS、ボードックス、UGP の、ジュニアタッグ王座戦なんですけど、これはね、僕、正直、結構 TMDK あるかなとはちょっと思ってた時もあるんですよ。この試合に勝ったら、藤田選手がね、最短、体感ということなんで、それね、ありますし、あとドビー選手がね、パートナーってこともあるんで、これ結構いけるんじゃないかなってふうに思ってたんですけど、蓋を開けてみるとね、本当にウォードックスがもう強すぎる。マジで。本当に強い、このチーム。もう一回言いましょうか。本当に強い。僕、ジュニアタッグのイメージだと、僕の中でやっぱヤングバックスが、結構やっぱ最強だったんですよ。本当にヤングバックスこそが、ジュニアタッグ最強チームだっていうふうに思ってたんですけど、ちょっとね、このウォードックス、もしかしたら、その全盛期ヤングバックス以上に、強いかもしれない。二人ともまずそもそも、もう、雰囲気が出来上がってるんですよね。めちゃめちゃ悪い男みたいな、もう男の中の悪親父みたい、悪親父じゃないか、悪男みたいな感じで、雰囲気も出来上がってるし、二人とも体バッキバキだし、で、ほんとジュニア離れしたパワーを、この二人ともやっぱ持ってて、コナーズ選手も当然そうなんですけど、あとこのモロニー選手の、ドリラキラーがあまりにもちょっとね、えげつなすぎて、ロビー選手も結局最終的に場外でドリラキラー嫌って、もう完全ノックダウンしてるんですよ。もうずっと最後の方とかもう本当1対2の状況に、藤田選手がもう追い込まれてるんですよ。これもロビー選手がもう動けるわけがないんで、あんなの食らったら。で、藤田選手も、検討はするんですけど、そこはやっぱ1対2なんで、最終的にドリラキラー嫌って、ドリラキラーをね、食らってからの、フルクリップでね、終わるという、もう本当は終わってみれば本当完勝でしたね、このウォードックス。本当にウォードックスってチームがめちゃめちゃ強いなっていう印象しか僕この試合なかったんで、もう藤田選手の最短記録とかもどっか飛んでしまったぐらい、本当ウォードックス強いってなったんで、いや、本当にいいチームだと思います。もう正直ね、ヘビーのタック行ってもいいんじゃないかなと思えるぐらいの、強さを誇ってるのがこのウォードックスでございますね。はい。次はね、第7試合、こちらが、ネバーの無差別級選手権試合で、高木慎吾選手 VS ヘナレ選手。で、こちらは、ヘナレ選手が見事にね、勝利を収めましたね。はい。高木選手相手に勝利を収めたのは非常に素晴らしいですね、本当に。で、ヘナレ選手もやっぱりね、ずっとこうね、下積み時代が長いというか、新日でもなかなかこう結果が出せずにね、芽が出ないですごい苦労をされていたんで、
んで、まあ、ここに来てようやく報われたなって感じがしました。で、高木選手自身もやっぱりもうそれを認めてるのか、ヘナレ選手に直接自分がねこうベルトを渡してたんで、もうネバーはお前に任せたぞっていう、なんかそういう、世代交代みたいなものをちょっとまあ感じましたね。はい、まあ、本当にね、ヘナレ選手おめでとうございますって感じなんですけど、これでもね、高木選手も確かに負けてしまったんですけど、ただ高木選手が負けたことによって、つまり身軽になったんで、まあ、違うベルトに挑戦することができると、それこそ、まあ、IWGP の世界ヘビー級とかも狙えるポジションにも いけると思うんで、まあ、逆に考えたらこれお互いにとって、まあ、ウィンウィンの勝利かなっていうふうには思いましたね。はい、で、次はね、第8試合 IWGP のグローバルヘビー級選手権試合、真田選手 VS、デビッド・フィンデー選手なんですけど、こちらはね、デビッド・フィンデー選手が見事に25分31秒オーバーキルで、勝利を収めると。はい、まあ、これもね、試合自体すごい良くて、まあやっぱフィンデー選手強いなって印象が強いんですけど、まあそれでも真田選手もやっぱりね、コーナーブリッジとかね、シャイニングウィザードとかね、ラウンディングボディープレスとか、いろんなこう技を駆使して、まあ、粘ってはいたんですけど、やっぱ最後のフィンデー選手の畳みかけかな、イントゥーオブリビオンのオーバーキルのこの2段コンボですよね。うん、特にやっぱオーバーキルがね、非常にやっぱこう説得力があって映える技なんで、さすがにまあね、真田選手も病み上がりってこともあって、まあ、今回はフィンデー選手にね、分があったかなって感じがしますね。はい、まあ、見事にやっぱフィンデー選手は、まあ、グローバルチャンピオンになりましたんで、しばらくグローバルはなんかフィンデー選手が、防衛をしていく感じはしますね。逆にこれ挑戦者が次誰かいるのかって話でもあるんですけど、まあ、非常にね、楽しみにしていきたいと思いますね。で、負けた真田選手というのもね、これもちろんね、負けてしまったわけではあるんですけど、まあ、高木選手と同じくね、どのベルトもまあ狙えるポジションだとは思いますんで、今後に期待をしたいと思います。はい、で、最後ね、メインイベント IWGP の、ジュニアヘビー級選手権試合、金網マッチ、デスペラード選手 VS、翔選手で、こちらはまあデスペラード選手が見事に、勝利を収めると。はい、うん、これもね、非常にまあいい試合といったらちょっとあれかもしれないんですけど、面白かったです。まずその試合開始までが非常に金網設定20分くらいあって、まあ長いってことも ありましたし、あとその解説席にまあイービル選手がやってきて、まあ、矢野選手も最初からいたんですけど、そこでまあ解説席の口喧嘩が始まったりとか、試合以外のところでもまあ全体を通してこう盛り上げようっていうね、まあ、意志を感じたんで、非常に良かったかなっていうふうに思いますね。で、試合で見ても、最初のほんと15分ぐらいはずっと1対1をしていて、まあ、なんかデスペラード選手は結構この金網にね、顔面こすりつけられて、なんかその大根おろしみたいな感じで流血したりとか、結構まあハード気味ではあったんですけど、まあ、最終的にはね、デスペラード選手がリバース垂直落下式の、垂直落下式の、リバースタイガードライバーからのピンチョコっていう、まあ、石森選手もやったえげつないフルコースを使って、翔選手を完全に沈めるといったことで、まあ、デスペラード選手が覇者で王者の、2冠王ですよね。もう本当に IWGP ジュニア最強選手として、間違いない実績をね、持ったのかなっていうふうに思いますね。で、この試合が終わった後っていうのも、デスペラード選手は次、同期選手をね、次期挑戦者に指名していたんで、おそらく次はね、デスペラード選手 VS 同期選手の試合が、あるのかなっていうふうに思いましたね。はい、で、今回はですね、6.16 に関してはサプライズとかは特になかったんですけど、まあ、その G1 クライマックスのね、出場選手発表というのがありまして、まあ、ありまして、まあ、こちらはね、また別で動画撮ろうと思うんですけど、まあ、簡単に言うと、ジェイク・リー選手と、あと、ま、AEW から、竹下幸之助選手が、参戦というのが、まあ、二人のね、サプライズ枠かなっていうふうに思いました。はい。まあ、非常にね、こちらもね、面白いというか、ほんと捨て試合が一試合もないぐらいの、優秀なメンバー18人がね、集まったんで、まあ、こちらはまた別の動画でね、話していこうと思います。というわけでね、今回のお話は以上になります。正直ちょっとね、やっぱ客入りがね寂しいとは思ったんですけど、まあまあでも非常にね、蓋を開けてみれば盛り上がりましたし、まあ、非常に安定したね、興行だったかなというふうに思いました。ではね、また次回の動画で会いましょう。以上。